のせいか。こんな風に歩いてて大丈夫なのか。今頃ショーノがモグラを差し向けてきてるかもな。いつ襲われてもおかしくないよ。やっぱそうだよな。
こに向かってんだ東は。なあ、今なら東も一人でいるし、思い切って話しかけてみるか。この間料亭でやり合って以来だぜ。俺らに聞く耳持つか。ダメで元々だ。ダメで元々か。よし、じゃあ行ってみっか。お、なんだあいつ、逃げやがった。なんでだ。待て。なんだよ、もう逃げなくていいのか。別にお前から逃げてたわけじゃねえよ。え？組の目があるところじゃお前らと話せねえ。じゃあ話聞いてくれんのか。東は逃げない。休んでていいよ、海藤さん。羽村の頭は本腰入れてお前らを探させてるぜ。見つけたらすぐ連絡しろって。組の門に号令がかかってる。へえ、逆に呼んでくれりゃすぐに会いに行ってやるんだけどな。会ってどうすんだ。向こうはマジでお前ら始末する気だぞ。羽村の居場所は。俺は聞かされてねえ。今あんたらに会ったことを頭には報告しねえよ。だがな、俺がお前らなら今すぐに、親父もその方がいいと思ってるはずだ。あいつ案外親切だったじゃねえか。じゃあ素直に忠告聞いて町出るか。バカ言え。冗談だよ。でも羽村の方も俺らを探してるらしいな。だから。いや、だからって。なあ、羽村の手下が俺らを探してんだったら、でそいつらに羽村の居所を吐かせるってのは。そううまくいくか。向こうはいきなり殺しにかかってくる、それか捕まって目をえぐられるか。じゃあまた杉浦の車の中で禁煙するか。ふん。正直それも嫌だな。だろ。よし、じゃあお前今からとにかく街中歩き回る。俺が後ろから見張っててやっから。分かったよ。敵が襲ってきやすいようにわざと隙見せて歩くんだ。隙を見せてってどんな感じ。それくらい自分で考え。なあ、俺は距離取ってお前についていく。好きに歩いていいぞ。敵に隙を見せるようにな。
でそんなに絡まれる。俺に聞くなって本当に。本当に俺に寄ってつけないオーラのせいか。感動できるものを見つけないとな。ああ悪うございましたね。そいつら松金組の人間じゃねえってことで、なんとか乗り切れ。たくいい加減にしろ。どうかした？海藤さん。松金組の連中食いついてこねえな。もう少し露骨に隙見せて歩けねえのか？ん？例えばどんな風に？まあ酒飲んで酔っ払ってみるとかよ。酒か。なるほどね。テンダーにでも行ってみるか。ターボ、
ねえ。うん。ターボ。ねえ。ちょっと。え？ターボ。おい。おう。うん。ターボ。してやがったな、ターボ。なんか目的忘れてやしねえか。は？お前はハムラの手下をおびき出すおとりなんだぞ。自分だけ気分よく飲んでんじゃねえよ。なんだよ急に。そもそもあんたが酔っ払ってみろっつったんだろ。ああ。けどなんか面倒になってきたな。いやダメでしょ。結構な人数詰めてたし、そんなことしたらただじゃ済まないって。じゃあよし、こんな手はどうだ。こんな手って？松金組がケツ持ちやってる店に顔を出すんだ。ん？どういうこと？松金組の息がかかってる店に矢神が来たって触れすると、多分お前が現れたってご中心が。なるほど、そいつはありかもな。そうだな、天下一通りのアルビンかな。オッケー、分かった。
行ってみよう。ですからちょっと難しいです。そんな返事を聞きに来たんじゃねえ。お前らの面倒見る経費がかさんでんだ。みかじめの値上げは当然だろうか。ダボ、間違いねえ。あいつら松金組のやつらだ。ああそうだね。ここは一つ人助けしとくか。あの店員お困りのようだぜ。カイトさん、棒読みすぎる。いいからさっさとやれよ。はいはい。ちょっと、もうその辺にしたら。え？なんだと？あ、やがみ、な。一般人に凄んで何やってんの、まったく。てめえに関係ねえだろ。ほら、またすぐ大きな声出す。そうやって吠えるしか能がないのか。あ、だからいつまで経っても下っ端なんだ。なるほど。てめえ、ぶっ殺してやる。おい、あんたら、羽村の頭に八神が来たってしっかり伝えといて。は、羽村の頭？頼んだよ。おい、タボ、これ結構いい作戦じゃねえか。ああ、そうかも。カイトさん、他にケツ持ちしてる店知ってる？できたらいくつかあるといいな。じゃあ、ピンク通りにある連環の K って店と、七福通り西のファンタスティックロマンス。よし、全部回ってみよう。いらっしゃいませ。
うまい。さ、行くか。ありがとうございました。連環の刑ってのはここだな。お兄さん、一発どうですか。いい子揃ってますよ。ええー、お兄さん寄ってってくださいよ。サービスしときますから。ここって松金組がケツ持ってるんですよね。ええ、何ですか。揉め事は勘弁してくださいよ。いや、そういうんじゃないんですけど、八神が来たってケツ持ってる人に伝えてください。八神？どういうこと？いえ、特に深い意味はないっすよ。それじゃ。スイートビローはここだな。あそこでタバコ吸ってんのは店員か。声かけりゃ分かるだろう。たく人使い荒いな。いいからさっさとしろ、タボ。はいはい。ここの店員さん？うん。そうだけど。この店って松金組がケツ持ってるんですよね。お兄さん、誰？八神と言います。特に用があるわけじゃないんですけど、八神が来たってケツ持ってる人に伝えといてくださいよ。どういうこと？いえ、特に深い意味はありません。それじゃ、俺はこれで。
ったく、時間食っちゃったよ。ここがファンタスティックロマンスだな。あれ？今日もご苦労様でした。おう、次支払い遅れたら許さんぞ。すいません、今月売り上げ悪くて。もっと営業努力しろよ。口開けてても客は来ないぜ。おいタボ、ちょうどいいじゃねえか。あいつに挨拶しとけよ。挨拶ね、はいはい。すいません、空いてますか？いらっしゃいま。てめえ、八神。あれ、松金組の方。こんばんは。のんきに挨拶なんかしてんじゃねえ。どの面下げて現れやがった。ちょっと羽村の頭に会いたくてね。どこにいるか知りません？なんだと？てめえ、舐めた口聞きやがって。頭には会えねえぜ。ここで俺がぶっ殺してやるからな。もう気は済んだ？くそ。このことはしっかり組に報告しておいてよ。それじゃ俺はこれで。よ、こちらカイト。ご苦労だったなターボ。バッチリだったぜ。そう？ああ、間違いねえ。羽村の野郎、すぐに手下どもよこしてくるぞ。お前はこのままもう少し町を歩き回れ。じき向こうから仕掛けてくるはずだ。わかった。人気のないとこ行ってみるか。賑やかなとこじゃ敵も襲いづらいだろうしよ。人気のないとこ？チャンピオン街のあたりがいい。ああいうとこならつい闇討ちしたくなるってもんだ。物騒なこと言うね。
海藤さん、気のせいかな、なんかじっと見られてる感じがすんだけど、聞こえてるか？海藤さんどこだ？こっちだ。待ってろ。海藤さん、あんた敵連れてきちゃってるぞ。捕まえろタボ、田村の居所を吐かせる。分かってるって。逃がすか。来るなよ。待て。もう諦めろよ。ほら捕まえた。お前羽村の手下だな。あいつはどこにいる？てめえはもう終わりだ、八神。なんだと？あれ、この間とは形勢逆転だな、カイト。羽村、手を引くチャンスは何度もくれてやった。それを突っぱねてここまで来たんだ。覚悟はできてんだよな。
お前らはやりすぎた。ハムラ。これでやっとすっきりするわ。ちょっと待ってくれ。もう面倒なのやめましょうよ、親父。こっちだってできるだけあんたの顔は立ててきたんだ。頼む。あんたはこいつらの親代わりかもしれねえが、その前に松金組の親分でしょう。もう他に道はねえってことぐらい。いい加減にしろこの野郎。親父に銃なんか向けんじゃねえ。よせカイト。誰に向かって口出てんだ。カイト。カイトさん。八神さん。カイトさん。ダメだよ。今は僕についてきて。大丈夫。もう誰も追ってきてない。カイトさんどうなった。ハムラに脇腹を撃たれてヤクザたちに捕まってた。その後は分かんないよ。くそ、早く助けに行かないと。お前はなんであの場所に来れた。ずっと松金組を盗聴してて、そしたら組員が集められだしたからさ、そいつらについて。ハムラのアジトは分からないか。盗聴してて何か手がかり。ソレイユってビルの名前なら何度か聞こえた。ソレイユ。じゃあもしかしたらカイトさんもそこに。どうかな、そうとは限らないよ。ただカムロ町にソレイユって最近潰れたビルがあってさ。なら考えるの後でいい。行ってみよう。だね。あのビルがソレイユ。あそこでタムロしてる連中見覚えがある。じゃあやっぱりカイトさん、ここに連れてこられてる。外からじゃ確かめようがないな。けど今のうちなら向こうも油断してる。もう行くしかないってことね。それもできるだけ早く。八神さん、準備はいい？ああ、行こう。てめえ、ヤガミ、なんでここが。くそ。しばらく寝とけっての。行こう、八神さん。なあ。